回はじゃーん、はい、神奈川駅に来てます。さあどこに行くでしょう。はい、金沢城のお堀通りまで来ましたよ。尾崎神社。さあここからお堀通りをぐるっと左回りに行きます。これは古い石垣です。これ門があったのかな。門、あ、なんか書いてある。大前院石垣だよ。ほら丸泉多門続き矢倉大石垣。矢倉があったんだ。やっぱり空が青いな。角と真ん中が違うんだね。そう、角は四角で真ん中は丸なの。そう、県知みたいだね。これほら丸な。これ野面。あ、門です。門です。ネズミ多門橋の遺構。すごい再現されました。かっこいい。よくやった。えらい。うわすごい。石垣だよ。石垣を組んです。すごいね。あ、宮のなんかすごいすごい木が立ってる。ね、石垣を組んです。すごい木立ってる。松です。向こう道をかな。えらい。ここも矢倉門みたいな感じ。ほらほら、なんか当たらない。あの石にあのバッテン、丸バッテンみたいなのがあって、丸バッテン。あそこもなんか石に平らみたいな。西の石垣平ら、はい、丸な。はい、左に曲がってきますよ。石川橋から入ります。もうちょっと、集合場所を決めましょう。石川橋串。石垣です。行ってきます。の石。金沢城の石垣巡り。石、石か。あ、石川門とここまで行かなきゃいけないのか。まだまだもう半周あるわ。公園応仙院丸口。山さん、うちらここで一回トイレ行きたいんですけど。はい。で、僕は、うん、この石川橋からこう行ってこう回ってくるんで、うん、三丸か鶴丸か、ここら辺の三重系長屋。すごいじゃん、休憩所が。じゃあ鶴の丸休憩所集合ということ、うん、あなたたちはこうやって行ってください、うんうん、私こうやって回っていきます、うん、了解。イモリボリ、本物の堀がありました。さあ玉泉院下のイモリボリ横の石垣を見ております。着物です。さあもう半周しましょう。石川橋を目指してます。はい、今矢倉があるところ、元矢倉があったところの角まで来てます。
上がりましたよ。利口矢倉台石垣っていうんだ。東南の角だったね。南東の角っていうんだ。利口矢倉台。さあ、東面に来ました。うん、こう曲がってきた。でも辰巳櫓あるんだね。石川橋から入りますよっ。うわーすごい、1234段です。あれがだから辰巳櫓か。上がネズミ玉。ご立派。あ、これもお堀通りはお堀通りなんだね。はい、これが兼六園側です。お土産屋さん、九谷焼。はい、石川橋口です。さあ、こちらから登場しましょう。後ろが兼六園で、前が金沢城。わお、下は元お堀、百軒堀と言います。石垣がすごい。わあ、素晴らしい。正面はもう完全なマス型ですけど、もう江戸のちゃんと綺麗な石垣になってますね。こっちは野面積みね。上にナマコ壁。すげえ、すりガラスみたいになってる野面。うわ、石落としもある。やぐらがあります。修学旅行生門があります。櫓があります。しかも馬姿小口。ここら辺はね、野面です。あそこから急に、ね、切り込み萩になります。で、小口になっててマス型門です。で、唐門。素晴らしい。もうでも江戸時代の作り方かな。切り込み萩も綺麗だね。色がね、ベージュ。素晴らしい。さあ、入ってみましょう。石川門。わお、ごめんなさい。だから狭間がありますね。バババババ。さあ、ただいま石川橋を渡って十分石川門入ってきました。今ここ三の丸。
ちょっと鶴の丸休憩所行こうか。右行って左。うわはい、国指定金沢城あと二の丸さんの一番百軒堀のところやっぱり、ね、本丸なんで石川橋の一番奥。素晴らしい、素晴らしい。ここってどこですか？空が青いな。うわあ。宮倉。石川も裏です。修学旅行かな。ピースでお願いします。鶴の丸土塀の中身、ナマコ壁の後ろ側、荒壁、中ぬか、中塗り壁、壁こまいだけ、鉄砲狭間があって屋根があると、いいですね。これが自然石積み、荒加工石積み、でこれが切り石積み切り込み萩とか言いますけどね。今鶴の丸休憩館かっこいいね。いまーす。中入ってみましょう。今鶴の丸休憩所入ってきたんですけど、すごいです。額縁の中の絵みたい。素晴らしいです。これはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。バッチグル。野面のでっかいのがありますよ。すごい。鶴丸倉庫公開中。重要文化財。すいません、ちょっと今日は一人じゃないのでカットします。さあ入る瞬間と出た瞬間、今二の丸までぐるっと回ってきました。タモヤグラの裏側に来てます。百軒長屋、はい、休憩所裏。さあ行ってみましょう。二の丸、はい、今小口です。ザーン、曲がりました。ここは切り込みはぎですね。みんな美容師、美容師と、なんだ、門から出ちゃうんじゃないの。大丈夫かな。よいしょ、よっと。出かけるよって言ったら、ね、あの見ちゃいけない、あられもない姿の年頃の女子、ポケモンしてます。わーい、わーい、石垣です。すごいじゃん、ここ素晴らしいです。しかも野面、そう、あ、見て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 、排水溝があります。本当だ、上に、あ、ああいうなんだ、塩ビ管じゃないんだ。排水溝です。垂れ流しや、垂れ流し、すごい。え、昔もやっぱりそうやって抜いたの？その通りです。あぶれ、あー、そういうこと。石落とし、うわー、すげえ、またやぐらだ。え、でもここは登るんだ。登る人がいるんですよ。わーい、見てください、櫓です。出ました。
で、うっかり酔っ払ってると自分も落ちちゃうんですよ。落ちちゃう。お、かっこいいですよ。素晴らしい。見てください。ここの角は人工的に作ってるの？いや、わざと。じゃあなんで、このなんでなんで？この角のところは。メントリ、メントリは。これこういう風にするために。ここはプロがやってるんだよね。ここはやっぱり。こう長いのと縦、長いのと縦。そう。検知を積んでるの、切り込みをね。だからちょっと。それって昔の人が考えたの？そうです。すごいよね、この傾き具合が。え、どうしよう。見て、石落としあんないっぱいあるんだよ。すごい。え、有名なのここ？うん、有名なの。なんだっけ、上州。前田利家さんです。3割バッター。前田くんじゃないんだ。これですよ、これ。ね、これが金沢城です。はい、こっちにも矢倉跡があります。すごいよね、でも綺麗に積んであるのはすごいな。よく整備されてますよね。整備されてるよね、はい、ブラタモリでタモリさんがここにいました。逆光だ、逆光、逆光だよ多分。そうなの、だからこうしましょう。タモリいないかな。素晴らしい。今のタモリ の大谷の番組やつ。大谷翔平、タモリ、大谷翔平の、うん、タモリステーション。タモリステーション。もな YouTube でも上がってるし、いい年だ。あ、でも面白かった。タモリ、わお。タレントの。あ、これは偽物でしょ。これも本物です。石垣は。違う違う、そこだよ。そここれエゴカラットじゃないの？そう、これだって偽物でしょ。これ今でしょ。これが切り込み剥ぎ。え、これって昔じゃないでしょ。江戸後期。こっちが江戸時代初期、後期なのこれ。そうだね。いや、もうその頃から。え、こんな変わるもんなの？すごいでしょ。で、今エコカラットの？エコカラット。だからだってもう一気に人工的になってるもん。そう、古市の壁でしょ。うん、そう。村松さんやんの先祖がやぶやったんだよ。あ、じゃあそう、古市の壁も、うん、あれなんだ。石積みだね。石積みから来てる。はい、今石川門出てきました。中庭さん、中庭さんいつもあの一曲の服装でしょ。そう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 、以上。そうそう、あの上下一緒なんですよ。金沢城でした。ありがとう、金沢城。はい、金沢城の入り口から兼六園入り口。わあ、着物。桂坂口。いや、通り抜けるだけです。確かに。さあ、兼六園行ってみよう。はい、今ここで。桂口から茶屋店通り行かないで、こう桜ヶ丘乗って池通って、で東茶屋街の方に抜けていきます。行くぞ。おう、はい、今兼六園に入ってきましたよ。ここはスルーです。混んでるね、平日なのに。オッケー。灯籠を見に行ってます。霞池。
はい、ここがザ兼六園です。奥に灯籠が見えてます。雪釣り、この辺もう大雪だから。ほとじ灯籠と虹橋、はい、兼六園でした。